どうもギャロップ森です。藤崎マーケット田崎です。よろしくお願いします。さあやってまいりました。おじさん待ってましたよ。今日は、あの新企画の第2弾でございます。やったやりました。もうねたくさんの人待ってると思いますよこれは。はい、はい、ありがとうございます。その企画とは、うん、こちらでございます。うん、1分間ノーリアクションチャレンジ HH ムービー我慢選手権。はい、お待ちどうさま。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、もうね、うん、VR ゴーグルを使って HH ムービーが流れるけど、はい、1分間我慢してくれたら、賞金差し上げるよというやつの第2弾でございます。はい、ありがとうございます。もう第1弾がすごくて、すごかったね。反響がすごくてびっくりしました。僕もね、いや、まあそう、なんでしょう、人間が見れましたよね。そうですね。なんかね、みんな人間なんだ。みんな人間なんだって思いました。あと皆さん、あの、はい、ゆずるさんのタイプ知りたいんで誰か教えてくださいっていうコメント。はい、すごかったですね、あれ。ちょっと多すぎて。はい、なんか羨ましくもあり、はい、悔しかったです。そうですね、はい。誰か知らないけど近づきたいですという DM もね、そうですね、ありましたね。ドキドキしました。はい、ということで、はい、今回どうなるのか。誰やろ、今回第2弾やから。そうなんですよ。全く知らんもんね、はい。早速じゃあ見ていきましょうか。はい、見ましょう。それでは、うん、VTR スタートです。ねえ、ルールね、はいはい、このようになっております。もういきなり VR つけて、うん、急に流れるけどノーリアクションしてくださいよ。はい、マジでキープ用意します。そうなんですよ、マジなんですよね。さあトップバッター誰や。おお、出ました、お友達。それでは、はい、友達、何が起きても頑張れ。1分間ノーリアクションチャレンジでございます。面白いです。再生ボタンを用意どんどん押してくださいね。はい、それではいきましょう。よーい、スタート。再生終了。いや、桜井くんのエッチ。ありがとうございます。あダータちゃん来ましたよ、男前。それでは今から表情を変えたらダメですよ。はい、よーい、スタート。これはグンと飛び動きました。あ、そうか、そこなんだ。グンとね、北くんのエッチ。あ、いいですね。あ、出た、新山。あ、新山先生。それでは行きましょう。今回よ、はい、1分間ノーリアクションチャレンジ、よーい、スタート。終了。早かったっすね。早いね。終了。早い。で、あの田崎さん多分聞こえなかったと思うんですけど、はい、僕一番好きに距離なんですよ。はい、おお。かわいい声で、おお。リアルですね。おお、そうね。はい、てよ、ちょっと待ってよ、そんな。いや、こんなん、それだって、待って、そんな、なんか何なんで、やね出ましたよ。何の話？何の話？分かんないです。僕、モリさん、僕。何ですか？何ですか？いや、全然ダメじゃないですか。いや、心構えしてたポイントが全然違うやつが流れたから。びっくり、だってここでもうそんなんされたら。いや、僕は分かんないですけど、ノーリアクションしてほしいというルールをちゃんと説明したはずです。そうですよ。何も言ってない。ほんまに金一歩やったのに。そうやで。ほんまやで。これ。YouTube に載るんですか。うん。撮ります。いやいや、ちょっといやいや、まずい。人間なんだ。やめてほしい。やめません。
やめてもう大阪さん、もうこれ3秒5戦はもうこれ残りますから。これはかなり息の記録じゃないですか。いやいや、これはすごいです。スピードスターですよ。リアクション全員です。今全部こんなん。これいろんな挑戦者やっていくんですけど、あの変わるときに桜井さんのエッチっていうのを。ここで生まれたんですよ。ここで誕生したんだ。そうです。うわぁ、チーズだなぁ。恥ずかしいね。恥ずかしいけど、やっぱこの、はい、やっぱ桜井さんでも、もう、はい、ダメだったということですよ。1分間耐えれなかったと。ちょっと今日30分ぐらいお時間いただくって言ってたじゃないですか。はい、終わりです。負けてますよ。まだ終わりです。まだいけますよ。思いのほか早かったです。終わりです。本当に何秒で終わっちゃったから。セッティングの方が時間かかってます。50… 正直。何秒上がってるってことですね。そうそうそう。で、なんやったら俺今日オフでした。3秒で終わりました。3秒でお仕事終わっちゃいました。桜井くんの、はい、桜井めっちゃ何秒ですよ。はい、3秒5からです。恥ずかしい。これはいいですね。恥ずかしいな。あー、ただくん無理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 ですわ。すごいな。マスクしてください。すっごいなこれ。アホ出てますね。はい、出てますね。ダーターちゃんのアホが出てますね。いやあのね、ほんまは5秒ぐらいでアウトよ。あ、ほんまですか。そうなんですよ。そうよね。はい、まあでもその東京からわざわざこれのために来てくれたっていうのはあるから、はい、ちょっと甘めにやったんですが、はい、タイム見てみましょう、はい、29秒47。すごい。これすごいよ。これはね、でもね、これほんまもう僕がね、もう甘々甘々ジャッジです。ちょっとイージーモードなんですが、はい、1分間でございましたので、はい、キープならず。これキープ言えた人いるの？なんか首はこうなってたんですけど、ここはなんとかこう我慢してる。痛くなります。最高だ。あれアウトにさせない。なるほど。首下げたら見えるんやと思ったな。もうちょっと理性が、理性を超えてきましたね、やっぱり。あ、これもうちょっとじゃあ、すごいな、テロップの。残念ながらですけど、あの、ここから記録なしで、はい、もう普通に見てもらってもいいよ。見ていいんですか？ちょっとまな。こここそね、リアルな、確かに数が見れます。そうですね、はい、VR。ここはあの、ちょっとマジですごい話には聞いてたんですけど、はいはい、うわうわうわすっごいな、これこれ極エロやん。何や、極エロってすっごいな。あ、止まった。すごい、え、怖っ。すごいフリーズしてる。うわ、めちゃくちゃリアルやん。めっちゃ見てた。めっちゃ見てたよ、今。まあでも、おい怖っ。一時停止みたいな。10分も20分もそんな見てよ。このかすかに漏れてくる声とかもむちゃくちゃリアルですね、はい、これあの、はい、ほんまに撮影所を極限まで下げてるからやけど、はい、ほんまはもっとや。やっぱいいよ。すっごいわ。欲しい欲しいっす。買う買うみんな辛くてシャッシャッ。終わり終わり。もう何なんだろう。めっちゃエロいやん。いやー。さあ新山先生、はい、早かった。10秒です。何してんの。何してんのじゃないですか。何してんの。10秒です。何してんの。怒ってたタイムの方は2秒70。何してんの。ママスピードスター。ああ、You are スピードスター。スピードスターじゃなくて、ね、お仕事いただけるのすごいことだ。何してんの、はい、何してんのって俺らは言うてるよ。何なんよ。言ったやん、ただじゃん。ルールもそう、何が起きても言ったしっかり。リアクション、いや、さない、微動だにせないで。口角がぐんにゃーって上がってる。いやいやいや、似た。ノーコンテストでちょっと続き見ていい。あ、いいんですか。続き見ていい。それはすごい楽しみにしてた、これは。あ、はい、どんな部屋かもちょっと見たいんですか。あ、部屋なんや。部屋にも興味ある。うわ、なるほど。すごい見てる。もうやっぱほんでさ、コメント欄にも皆さんからいただいてましょう。みんな下見るね。確かにって言ってたよね。確かに。あ、すごい。気持ち悪い。
誰かよ。何なんですか、あの子。川崎、怒ってくださいよ。川崎さん、ちょっと。気持ちいいよ。川崎さん、何か。一番キモかった。何年後輩ですか。何個かあったようだよ。長いですよ、そこ。失礼やな、思わず出てる。ちょいちょいタメ口なんだ。後で気になってください。フリークとしてはちょっと誰かわからないのが悔しそうですね。だそうですね。フリーク、そう、フリークでしょ。だってその部員の方の、ね、楽屋で大体見てますか。楽屋で見てます。家で忙しい。ショックやな。いけると思ったんやけどね。いや、無理やな。残念でございました。残念でございましたけれども、はい、これすごいでしょ。いや、すごいです。これは欲しい。はい、これ値段、まあね、安かった3万。リアル買う。安いですね。だからやっぱもう今もう頭おかしになって高級時計ばっかり言ってるやん。いや、でもすごい買うんですよね。めちゃめちゃ高い。豊かの時計とかの。あ、そうで、ほら、それはそうですけど、でもあの全然こっちに使う方がいいですよ。それ考えると思う。俺買ったあの仮面ライダーみたいな巻いてきや。巻くやつちゃうでしょ。仮面ライダー VR。かっこいい。次のシリーズあれ。名前だけめちゃめちゃかっこいい。好きやから。いや、ということで、はい、チャンネルでございましたけど、これ仕方がございません。はい、ということでございまして、キンくんならずでございました。新山さん、ありがとうございました。はい、じゃあ、悔しいな。あ、そうか、こうなりました。なるほどね。朝チャンネル。さあ、はい、ということで、そうね、前回を踏まえた暫定順位がこのようになっております。おということで、はい、入れ替えですか。入れ替わってますね。1位がトットタダ君の29秒47。ほぼ半分ですもんね。そうですよね。これで新山くんが最下位ですね。2秒70。2秒70、はい、あのこういうね、はい、ランキング秒数のランキングってあの、はい、早い方がいいと言われてるんですけれども、はい、もう真逆。ただこれはどうですか、田崎選手。これはでもこの後もやっぱりまだまだね、はい、あのチャレンジャーはいるんで。もちろんです。こっからがどうなっていくのか。だから、そうですね、僕はやっぱ川井選手、はい、なんかこう不動の1位でいてほしかったんですよ ね、 そうですね、ここは。そうですね。そうか、こうなるか。うん、3位の選手、これお名前誰ですか。3位の選手はですね、オウイエー吉田さんです。はい、あ、そうかそうか。アスリートシステム発動中です。ああ、そうですね、はい、表記が変わるんですね。そうなんです、こういう時はそうなるんです。あの歌手の人が作詞の時名前ちょっと変えるみたいなことですよね。そうですね、先生ね。そうですね、わかりました。あ、これはでも29秒はまあまあすごいですよ、はい、あのジャッジに関しては、まあ、あの日僕が審判員やったんで、まあ、これで行かせてください。まあ、ちょっと特別ルールな感じもしますしね、はい、もうめっちゃシビアに行ってたら最初のこのゆっくり、はいはいはい、まあ確かにね、こう悩ましいんですよね、そこは。そこでもっていうのがあったんですけど、はい、その7時の新幹線で来てくれてるのかとかあったんですよ。その温情が、はい、それで揺られたらダメなんですけど本当はね。ただでもゴーグルはキープしてたんです、はい、ああそうか。なるほど、わかります。このゴーグルもこうなってたらもうアウトですよ。なるほどね。よく見てください、ゴーグルは残りつきながらこう。ようできたな、ただもあれ。で、アウトの時はもうグンと行ってたんで、確かに、アウト。確かにグッと行ってましたね。だから耐えれなくなったっていうことですよね。そうなんですよ。なるほど。ということもありますけど、記録なんで。なるほど。まあまあちょっと、ね、ここはね、はい、仕方ございません。はい。そうか。なるほど。ユズルはキープしてほしかったけどね。はい。まあでもこれ、まだまだ選手はもういるんですよね。あのこれまだ言えないんですけど。はい。嘘やんというチャレンジャー、はい、今後登場します。はい、びっくりしますよ皆さん。こちらもね、お楽しみということでございます。これだから第1回が、はい、チャンピオン生まれるところをやっぱみんな見てほしいんでね。そうですね、これはチャンピオンには行きますよね。突進に行きますよね。いや、行きます。これはね、それはもちろんね、はい、行った方がいいよね。やっぱりその全て終えてから、はい、やっぱ行きましょう、これは。はい、あとあの番外編で大江さんのところには行かない。大江さんのところには絶対行きましょう。必ず行きましょう。はい、はい、何って言って終わりますけど、はい、びっくりして。
いやこれはでも皆さんあの歴史的承認になってほしいですね。そうですね、はい、ということでございまして、はい、今回このような結果になりましたけれども、はい、次回またどんな選手がチャレンジするのかお楽しみと、はい、そうですね、いうことでございまして、はい、本日は以上でございます。皆さん見ていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録してくれなきゃダメなの。